今日から5月、県庁などでは継装で仕事をするクールビズが始まりました。県庁では今日から地球温暖化対策のため継装を呼びかけるクールビズが始まりました。地球温暖化対策室でも職員がノーネクタイ、ノージャケットで仕事をしていました。とても過ごしやすいというか快適に仕事ができそうです。 県庁のクールビズ期間は10月31日までですが県庁では先月から通年で服装を自由化しているということです。